はいどうも、この週からです。ビルダーズですね、やっていきたいと思います。じゃあちょっとね、次行きましょうか。前回ちょっととんでもない悲劇起きましたから、この村に。ヒカルさん、この町の方々は本当にいい人ばかりですね。私はケイシーさんに、ザッコさん、それノリンさんからある相談を受けたんです。あのヘルコンドルを倒す武器やろ、これ。山と戦うヒカルさんの代わりにヘルコンドルを倒す武器を開発したいと相談を受けてから、町の皆さんと一緒にいろんな武器のアイデアを考えてみました。ブーメランか。ヘルコンドルは空飛ぶ鳥です。その攻撃がまず当たらないでしょう。弓矢かブーメランとか大砲かどっちかやろ、どれかやろ。そこでどうするか。私たちはリリパッドが持つ武器を見て思いついたんです。あー、確かに今回リリパッドが確かにスポット浴びとったもんな。さあ、町のみんなで考えた武器作りのアイデアをお伝えします。ヒカルさん、あとはどうか私たちのアイデアを形にしてください。お、まあ弓矢ってバリスタか。来た大弓。何これ。床に固定して矢を打つ機械式の大弓。置いた後 A ボタン、丸ボタンで矢を発射できる。うわ、やば、兵器メルキドシールドみたいなもんやこれ。うわ、すげえな。じゃあまあリリパッドが落とすやつが必要なんか。大弓、ちょっとやばそうな兵器やな。あったあったあった。お、作れる木材、紐。おお、ギリギリ紐あったし、ラッキー。きたー。どんなんなんこれ、でかさどんなん。おお、やばいやばい、ボウガンやんこれ完全に。うおお、方向調整できんのやな。もうその方向にしか撃てへんと。なるほどね。こっから改造とかせな無理なんじゃない、ヘルコンドル撃とうと思ったら。やばいやん、お見事です。すごい、ヘルコンドルに対抗するための大弓を貫通させてくれたんですね。うん、これなら空中のヘルコンドルにも攻撃が出ることができそうです。マジで？いけるかな？ヒカルさん、私はこの町に来たばかりで詳しいことは知りません。ただ、あの、元老はさんの言う、病と戦うことがいいとか悪いとか、病の原因がああだとか、こうだとか、そうだとか、はっきり言っていろいろこじらせてるあのおじいちゃん、はっきり言っていろいろこじらせてるおじいちゃんのぼやきしか聞こえません。結構ひどいこと言うやん。元老は頑張っとるでな。これまでがどうあれ、ヘルコンドルが元々の病を振りまいたのは事実のはずだし、ヘルコンドルを倒せば空の闇が晴れるのもきっと間違いないはずなんです。確かに。ヒカルさん、この地に病気を振りまくヘルコンドルと直接戦う時必ず来ます。その時のための準備もそろそろ一緒に進めていきましょうね。そうですね。今作った大弓をさらにいくつか作って高い場所に設置しておくと安心かもしれませんよ。おお、まあまあ宮殿みたいなの作りたかったから、次のステップが大弓いっぱい作らなあかんっぽいな。これすごいな。いやー、これちょっとこの辺から撃っていきたいところであるけど、これ向き調整できんからさ、ほらもうここしか撃てへんからな。だからちょっと使いづらいな今は現状。もうちょっとこれ改良せなあかんよな。方向がまず決めれへんかったらな、使いようがないよな。まあ次行くか。じゃあ、おっしゃ行こう。次誰や。お、元老は、さっき元老はボロクソ言われてたけどな、頭こじらせとるおじいちゃんで言われてたからな。お、拠点狙うモンスター現れた。壊されてるやないか。壊すな。あ、やろう。階段石にした方がいいかもな、あれ。今思ったけど。あれ、石の階段せへんかったら壊されるな。傷地の野郎は壊していけるからな。よし。これ多分壊されへんはず。ちょっとあの、雑魚傷地がね、壊してきてるんでね。それが腹立たしい、俺は。おら、めっちゃ壊されとるやん。こんにゃろ。壊すんじゃねえよ。ちょ、敵に一回バリスタ打ち込みたいな。ちょ、威力ちょっと確かめる？この兵器の威力を確かめようか、じゃあ。どこだどこだ、兵器。あった。ちょっとスライム相手にバリスタ打ち込んでみようか、一回ちょっと、じゃあ。どれぐらい威力なんかなっていう、ちょっとそれが一つ疑問やな。バリスタめっちゃ強かったらどうするこれ。クソ強かったらどうする？はははは。え、遅い遅い。リロード遅い、リロード遅い。おー、15や。おー、15か。ちょっと、実用性はないな。めっちゃ弱いやん、15やったら。バリスタってちなみにさ、あー、まあ、ええか、ええか、まあ、ええわ。多分これ、まだバリスタじゃないから、いずれなんかバリスタとかなんか、もっとなんかすごい名前に変わりそうやな。メルキドシールド、一生もなんかいろいろ作って、石の守りから鋼の守りになって、最後メルキドシールドたどり着いたから、今回もなんか、この大弓から、さらに派生させていって、変わっていきそうですね。てか。
ベッドガラ空き。病院が全く繁盛してない。いいことなんやけど、なんかちょっと寂しいな。人がおれへんかったら寂しいから、なんか誰か寝とけや。まあまあ、バリスタ。バリスタじゃなくて、大弓は預けときます。枯れ草の種。いらない、いらない。いらない、いらない、いらない、いらない。よっしゃー、次、じゃあ、ミッション行きますか。ゲンロワさんおじいちゃんどこだ。こいつら痺れとるやん。おっさん。あちゃちゃちゃ。エルさんのこと心配です。確かに。確かに、エルさんどこ行った今。確かエルなんかゴホゴ言っとったよな。これちょっとおかしいよな、今。あ、寝た、寝てしまった。エルさん。ちょっとエルサンダーがマジで、どうかなったら俺ほんま、悲しすぎるって。あ、光様。私のしたことが皆さんの前で取り乱してしまって申し訳ありませんでした。ごほうごほう。止めらって。あ、ごほうごほう言ってない。いや、怖いな。何があるかわからんからな。ほんまに、いきなり腐った人とかなったらほんまビビるで。ヒカルよ、恐ろしいことが起きてしまったの。わしの言葉を覚えておるか？病と戦うことは死以上に辛く苦しいと。今ね、今このような話をしても仕方がないの。今回結構重い話やな、ドラゴンクエストのビルダーズの中でも多分トップクラスの重い話なんじゃない？何？あの病気にここあたりはないのかじゃと？あれやろ。ないと言えば嘘になってしまうの。お前の弟子やろ、絶対。絶対この弟子が怪しい研究しとったんちゃん。それで波紋になってさ、ウルスってやつが。お主も覚えておろう、我が弟子ウルスの名を。そう、あのおぞましい病の患者たちも口にしておったんやじゃ。おそらくあの病の原因を作ったのは我が弟子ウルスであろうと思う。もうわかんやんけ、全然。海外ドラマみたいな展開やな、これ。実はの光る、ウルスは遺跡の奥地で今も生きておる。マジで？まあ、そうやわな。そこでの、お主にウルスの元へ行き、あの病について話を聞いてきてほしいのじゃ。あの地に行けるのはお主しかおらぬ。光る、苦労かけて悪いが頼まれてくれ。ウルスは今、固く心を閉ざしておる。わしのこの手紙を持ってウルスを訪ねるのじゃ。おう。ウルスの元へ行ってくれ。ちょっと事情説明しろよ、おい。ブライ。お前、ブライ何も教えてくれへんけ、お前と。お前とウルスの過去教えろ。回想神殿メーカー教えんかいや。ほんまに。イワシ、骨が多い。イワシ、骨が多い。まあ、そら骨多いそうやもんな。よし、行くか。もうブライのことはほっとこう。あいつはほんま、ろくでもなしや。ろくでなしとよ、あいつのこと。行くぞ。ウルス。ウルスって聞いたらなんかあの、ホルスを思い出すよな。遊戯王におったホルスの黒炎竜とおったんやって。レベルがあるやつな。あいつクソ強いからな、進化したら。ホルスの黒炎竜レベル6か7か8かめっちゃ強いやろ、あいつ。懐かしいわ。あれ、人面獣っぽくない？あの木。気のせいかな。これ絶対人面獣じゃない。ああ、ほら見て。人面獣やった。もうわかるよな。なんか明らかちゃうもんな。あ、なんかキメラの色違い。スターキメラじゃない。あ、何あいつ。お、キメラの色違いあるぞ、こいつ。こいつ何だっけ、名前。お前、ええわ。お前、キメラの翼しか落とさんのか。なんか落とせや。違うの。おい、おい。しょぼいな、こいつ。しょぼいね。よし。次は？あ！あ！あれか。もうラリオ、もうラリオ使うってことは誰だ。誰だお前。明治キメラか。治ったか。スターキメラ、ムーンキメラらへんは覚えてないけど、こいつなんか何キメラや。何これ、何これ。あれ、これ開かへんな。パクロ。ああ、これなんなんやろ、ここ。とりあえずパクってみよう。よし。とりあえずパクっとき精神が出ましたね。物をパクって何千年。パクり続けていきます、僕は。おっさや。ちょっと白い石くれ。お、つぶつぶは。白い石もまたどっかで使う気がする。大事ですよ。よし。よし。行こう。ウルスの元へ行くぞ。ツタいっぱいあるな。
これね、紐結構使うんでね、この第2章。スタート取れた方がいいと思う。よいしょ。お、綿毛いる。綿毛もね、いるんですよね。結構ね、これ使うんでね、綿毛。綿ちゃんね、使うよ。お、リリパッドの色違い。アローインプか、毒ヤズキンか。どっちか。ザコメ。お、なんかめっちゃ、このマップもな、結構な、メルキド編と同じでな、探索したらめっちゃ出てきそう、なんか。宝箱すっごいありそう。宝箱ザクザク取れそうな感じがするよな、この。お、じゃがいもや。いて。よいしょ。一応採取しとこう。てってーん、ててってん、ててってん、どこだ?綿毛取っとこうか。綿毛結構いるからな、これ。ん?なんか怪しいぞ、この建物。ちょっと待って、なんか怪しいぞ。ほう。怪しいな、これ。うん。何かあると見た、俺はここに。俺はここに何かあると見たぞ。こんなんか怪しくない?なんもないか。なんもねえか。まあ、気のせいか。よし、行こう。あ、あれや!へえ、あれやん。あ、危ない危ない、ここ。地味に浅そうに見えて、ここ案外深いやんけ。絶対あれやろ。なんか屋敷みたいなのあるやん。お、これやな。こんな島の外れに住んどるとはな。うるすよ。お前ほんま飛んだ引きこもりやな。ぼっちやんけ、お前。誰も信用するものか。お前結構結構イケメンっぽいやんけ、顔。え、なんかしんどいやんけど。え、これ、顔色悪くない?え、おかしいやん。これしんどるやん。こいつめっちゃ危ないやつやん。人めっちゃ殺しとるやん、こいつ。ラーの鏡みたいなのやけど。読む。古い神に走り分けがある。病に打ち勝つために治療への協力者にここに来てもらった。人間たちは病気を治せるとは思っていない。必ず死ぬと信じ込んでいる。とても悲しいことであるが、ここに至ってはかえってその方が。うわ、こいつ。もう死ぬと思っとるやつを人体実験して。なんちゅうやつや、お前。あ、お、なんか、バスタブ?何これ、バスタブかな?シンク!何これ?またある。なぜだ?どうやってもうまくいかない。やはり、病に抗うのは無駄なことなのか。最近書かれたもののようだ。おう。おしゃれ柱。あ、柱やこれ。うわ。こいつ柱。もらい。おしゃれ地上、柱地。ちょ、こいつの家パクろう。ちょっとこいつ結構おしゃれな家住んどるやんけ、お前。許さんぞ。人殺しの癖しやがって。お前ね、全部壊したろ、お前の家をな。うらうら荒らしたろ。あ、メモ入っとった。あー、読みたかったな、メモ。返事がない。ただの屍のようだ。じゃないんか。しかし、得体の知れない力を感じる。ただの屍ではないようだ。ドラクエのおなじみの、ただの屍のようだじゃないんやな。よし。おい、これ。壁掛けランプ、おお、ランプ、いいね、いいね。キラーストーカーとか持ってたランプ。壁食材、おお。こいつね、結構いろいろあるよな。パクっていったれ、全部。机の上から落ちたぞ、あいつ。よし。タル。昨日まだ B。 おお、俺 A 持ってたけど B 持ってなかったわ。よしよし、話しようか。誰だ お前は。もう全ては終わったんだ。放っておいてくれ。あかんやろお前。ああ、元老様、私は、ゲホ、あ、こいつも病気にあるってこと?まさかこれ襲われるパターン?こいつは全員に。それはさすがないか。え?危ない危ない。え?どうだよ。めっちゃ豪速くれんけど。で、帰るって。なんかあいつ元老はに、あ、手紙や、使うってある。
あ、手紙使えってことか。このさ、下のやつなんか気になったんやけど。これ何これ。城の飾り床。へぇ。ゴースト出てきすぎじゃない?っていうか。ちょ、待って待って、一旦待って。手紙ちょっと読もう。はい。あー、ミスった!元老様?あいつ。待て待て。出てきすぎやん、お前ら。死ね。よし、ここだよ、元老ちゃんは。お、お、これは元老様の。私はとんでもないことをしてしまった。すべて元老様が正しかった。人間ごときが病を死を超えるなんて、おこがまし、ご。絶対こいつ、魔物なるパターンちゃうん、これ。ちょっとやばそうな展開やけど、一旦今回ここでじゃあ、終わりましょうかね。絶対これなんかこいつらして蘇ると思うんやけど。ただの屍はないようだってこと。1体、2体、3体、4体。5体ぐらいあれば、こいつは絶対腐った人になるパターンちゃうん、これ。この感じ。そんな気がする。まあ、一旦とりあえず今回はここでじゃあ、ちょっとね、いいところなんですけど、終わりたいと思います。ありがとうございました。